脱出用ロケット海岸発射試験は NASA のマーキュリー計画の中で行われたマーキュリー宇宙船緊急脱出用ロケットの無人の発射試験である。目的は脱出ロケット、パラシュート及び着水システム、ロケットが発射台から離れた状況での発射中止時における回収作業の手順を検証することであった。試験は1960年5月9日、バージニア州、 ワロップス島の NASA の実験施設で行われ、マーキュリー宇宙船とその脱出用ロケットは地上で点火された。飛行は1分16秒で終了し、高度は751メートル、飛行距離は970メートル、最高速度は秒速436メートルだった。宇宙船は発射から17分後に海兵隊のヘリコプターによって回収された。 試験は概ね成功だったが、脱出ロケットが切り離された時の宇宙船との距離が不十分だった。この試験で使用されたマーキュリー宇宙船1号機は、マクドネル社の工場で製作された宇宙船の初号機であり、総重量は 1154kg だった。マーキュリー宇宙船1号機は、現在はニューヨーク州コロナ公園のニューヨーク科学博物館に屋内展示されている。 天井から吊り下げられ、脱出ロケットが装着されているが、ロケットの出所は不明である。宇宙船と脱出ロケットの飛行の様子。写真で双方が分離し、宇宙船はパラシュートで着水した。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、アメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含む。ありがとうございます。